一から学ぶ高校受験数学。今回は中2の第27回三角形の面積の二等分線、丸2をやっていきます。ということで、前回の二等分線の問題、その問題が基本になる、よく出るパターンなんだけど、今日やるのは入試でたまに出てくる応用問題のこの二等分線問題です。ここの問題までできるようになると、バッチリね、皆さんもうどんな問題でも解けることができるから、ぜひね、今回の問題もチャレンジしていきましょう。 じゃあそしたら、実際に例題の問題から確認していくね。例題。次の図について、括弧1から括弧2の直線の式を求めなさい。ということで、まずね、先生ここに括弧1番の問題を書いてます。括弧1番が終わった後にね、次の括弧の2番を書いていくね。じゃあまず括弧1番。原点を通り、三角形 ABC を2等分する直線。ということで、ここにグラフがあるね。 はい。三角形 ABC。ここに三角形ができてます。この三角形の面積を原点を通って、ここだね。この原点を通って面積を半分こにする直線。この式を出してください。ということなんですが、みんな、前回やった二等分線の問題との違いってわかるから。そうだね。前回やったのは、この三角形のどこかの頂点。例えば前回の問題だったらね、 A を通って二等分する線とか、B を通って二等分する線。こんな風にね、三角形の必ず頂点を通るっていう二等分線問題をやりました。でも今回は、うん、A でも B でも C でもなくてね、今回通るのは原点だったよね。ここの場所、ぐりぐりぐり。頂点じゃないです。この原点を通って面積を半分個にする。ピーっと。はい、ざっくり書くと、こんな感じのイメージだね。 じゃあ、こんな風に、頂点を通らない二等分線。これってどうやって出すんですかって言った時にね、これは前回のポイント、中点を通るっていうのはもちろん使えません。OK、気をつけてよ。よくある間違いがね、ここの場所をね、A と C の中点だとしちゃう人がいるんだけど、もちろんそれは間違いです。OK? あれは三角形の頂点を通る二等分線の時だけ使うやつです。ということで、 頂点を通らない二等分線。どうやって解くのと言ったら、これもしっかりね、考え方のポイントがあるから、それを押さえていきましょう。ということで、ポイント。頂点以外を通る。今回みたいにね、頂点じゃないところ。ここを通る二等分線問題。はい、どうやって解くかって言ったら、三つのステップで解いていきます。全部大事だか,大事だからね、一個ずつ押さえていこう。まず最初にやること、丸一。最初にやることは、 二等分線と辺との交点。二等分線と辺とが交わるところ。これの X 座標。これを T と置いてください。どういうことかって言ったらね、今、ここの場所。これって中点でもないからね、よくわかんない、ここ座標だよね。だからこんな風によくわかんない座標が出てきたとき。これ前回の第26回のときにもやってけどね。 わかんない座標が出てきたら、X 座標を文字、T と置きましょうということです。いいでしょうか ?OK? わかんない座標が出てきたら、X 座標を文字で置くんだね。それでよく使うのが T だったね。いいでしょうかまずここまでみんなできたかなそしたら、X 座標をこんな風にここ、T と置くと、みんな Y 座標も出すことができるんだけど、気づくかな そうです。ここの点。この点ってどこにあるのって言ったら、よく見てよ。これって、この直線。y イコールマイナス x プラス5っていう直線。これの上にある点だよね。つまり、この点っていうのは y、y イコールマイナス x プラス5の、今、x が t のところです。ここ。x が t のところ。つまり、この式の x に t を代入してあげたら、y を出すことができるよね。 はい。ということで、一応丁寧に書いとくね。y コールマイナス x プラス5。この直線の式の x に、ここね、t を代入しましょう。はい。t を代入すると、もちろん y、y コールマイナス t プラス5となるよね。いいかな。つまり、y 座標は、y はマイナス t プラス5と出すことができました。ということで、ここの y 座標。 これをしっかり変えとこうね。マイナス t、プラス5と。はい、ここまで皆さん、できたでしょうかはい、そしたらじゃあ次の二つ目のステップいこう。丸二、二等分したうちの。はい、どういうことかって言ったら、今この緑色の線、二等分線だよね。はい、これが今、このね、全体の三角形 ABC を。こっち側、これ四角形に、ヘンテコリンの四角形になってるね。これと、 こっち、右側、三角形に今こんな風に分けてるよね。はい。この二等分したうちの、みんなが注目するのは、三角形の方です。二等分したうちの三角形について、面積の方程式を立てていきます。はい。つまり、みんなが注目するのは、こっちの右側の、こっちの三角形ね。OK。この三角形の方を見ていきましょうということです。 三角形を見ていくことで先生何するのって言ったら、今ここに書いてあったように、面積の方程式を立てるんだね。じゃあみんな、ちょっとこっちの三角形見て、この三角形、面積について考えていこう。うん。三角形の面積、出すときの公式はもちろん、そうだね。底辺×高さはある2だよね。じゃあ見ていくよ。まず底辺。ここからここまで。これ底辺いくつかなって言ったら、 そうです。ここ原点だったね。原点から、ここ5、50っていう点まで。つまり、長さはもちろん。そう、5だよね。OK。そして次、底辺かける。次、高さ。はい、高さはと言ったら、うん、ここからここまでの部分だよね。じゃあ、この長さはと言ったら、そうです。これってもちろん、ここのね、この緑色の点の Y 座標分だよね。だって、ここの点ってね、右に T。 そして上にマイナス t プラス5上がったところだもんね。はい。ということで、ここの高さはマイナス t プラス5と。はい。みなさんかけるはずです。ここまでいいでしょうかお、ということは、この三角形の面積、求め方は、底辺5かける高さマイナス t プラス5割る2をすればいいんだね。はい。じゃあそしたらね、先生、ここの三角形の名前、ちょっとね、つけやすいように、ここの点。じゃあ先生、p って名前つけとくね。 じゃあ、この三角形 POC。これについて、はい、面積の式変えていこう。三角形 POC について、はい、面積の式。底辺かける高さ割る2。つまり、底辺5かける高さ、マイナス t プラス5。はい、割る2。はい、かける2分の1と書いていくね。ここまでみんないいでしょうか。じゃあ、この面積。これみんな、 面積が一体いくつになるかっていうのは、ちゃんと数字でわかるっていうのは気づくそうです。なぜかって言ったら、みんなこの全体の三角形 ABC、これって面積ってわかるよねうん。そしたらさ、その三角形 ABC の、今この POC ってね、面積半分個にしたやつだよね。お、ということで、ちょっと面積出してみようか。ここの面積、具体的にいくつになるのって言ったら、 まず、三角形 ABC。これの面積出しとくね。ちょっと分かりやすいように抜き出しとくね。三角形 ABC。底辺はって言ったら、B から C まで。うん、B から C まで。これ長さいくつかなって言ったら。そうです、B から C まで。マイナス10から50までだから。そう、これ長さ6だよね。OK。そして次、高さはって言ったら、 そう。これって、ここの高さはって言ったら、A の Y 座標分だよね。高さは4です。はい。つまり面積はって言ったら、底辺 6× 高さ 4÷2。6×4×2 分の1。はい。計算すると、これ、うん、12となるよね。いいでしょうか。ということで、2等分したものは、2等分すると、 はい、面積どうなるって言ったら、1 2割2の、そう、6となるよね。OK? ということで、そう、ここの面積ね、今、6、6に分けてるんだから、ここの面積は6だよ、はい、ここの面積6だよ、と。みんなね、わかるはずです。いいでしょうかということで、はい、さっきの式、計算すると、これ、面積は6になる、ということです。いいかな ということで、こんな風に面積の方程式立てたら、あとはこれ、t についてのね、方程式になってるから、これを計算していくだけです。じゃあ、計算していくよ。はい、きれいにまとめて、はい、掛け算省略しとこう。2分の5括かっこ、マイナス t プラス5、イコール6だよね。オッケー。じゃあ、そしたらこれ、分数の方程式になってるから、そう、いつも通り、分母の2を消すためにね、2をかけておこう。 はい。両辺に2をかけると。5かっこマイナス t プラス5。イコール6かけ2で12となるね。はい。5を分配しましょう。マイナス 5t プラス25。イコール10。はい。じゃあ25を移行してね。マイナス 5t イコール。移行してマイナス25だからね。計算してマイナス13。つまり t はって言ったら。 はい、両辺をマイナス5で割ってください。はい、マイナス5で割ると、はい、これが5分の13となるよね。ここまでいいでしょうかということで、こんな風に面積についての方程式立てたらね、t を出すことができました。お、t が出せたってことはうん、ここの t ね、もう分かったんだからね。ここの t、ここの点の座標が分かったはずです。ということで、だから、 はい。P の座標はって言ったら。はい。x 座標。t が5分の13。はい。そして y 座標。マイナス t プラス5。大丈夫かなマイナス t プラス5。はい。マイナス t プラス5のね。ここ。t がね。もう5分の13って分かったんだから。うん。これ計算すればいいよね。丁寧に計算しとくね。マイナス5分の13。プラス。 5分の、はい、5は25になるね。はい、計算してこれが、よいしょ、5分の12ってわかるね。はい、ということで、P の Y 座標は5分の12とわかりました。OK。はい、ということで、ここの座標を、よいしょ、書き換えおくね。はい、もうわかったので、この座標を書いておきます。ここ。5分の13、5分の12。 ここまで来たら、もうみんなわかるかなはい、最後です。丸三番。はい、最後にやることは、丸一の交点。はい、丸一の交点って、さっきのこの P のことね、5分の13、5分の12とわかりました。この点とわかっていた点。ね、最初からわかってたのは、そうです。ここの原点を通るよ。はい、ここの点わかってたよね。つまり、はい、この原点を通って、 そうして、5分の13、5分の12を通る。ね。この2点を通るということから、あとは2等分線出すことができるね。ということで、最後、計算していきましょう。はい。ということで、求める直線は今回、原点00と、今さっき出した P、5分の13、5分の12。ね。この2つの点を通るんだよね。ということで、これ、1次関数の公式に代入するっていうよりも、 そうです。原点を通る直線って、みんな、中1の時に習ったよね。そうです。これって、比例だよね。だから、今回は、比例の公式。y コール ax。はい、これを使っていこうね。はい、ということで、この y コール ax。これに分かっている点。x が5分の13の時、y が5分の12だよね。これを代入していきましょう。はい、x に5分の13。 はい、ここの y に5分の12を代入だね。はい、いいかな。はい、代入すると、かくこっちに書いていくね。5分の12イコール。はい、a かけ5分の13で。5分の 13a。見づらいからひっくり返しときます。5分の 13a イコール5分の12。はい、ということで、a はって言ったら、そう。a にかけてるの。5分の13だから。これの逆数。 13分の5をね、はい、両辺にかけてください。5分の12かけ13分の5。計算すると、13分の12となるよね。はい、ということで、今回の答え。比例の公式、y イコール ax のね、a が13分の12と分かったんだから、ここに書いておくね。答えは、y イコール13分の 12x。はい、これが答えになります。 できたでしょうかということで、次の括弧の2番もね、確認でチャレンジしてみましょう。はい。じゃあそれではね、さっきやった括弧一1番の解き方の確認の上でも、括弧の2番チャレンジしてみよう。括弧二2。y コールマイナス x プラス5上の点 2, 3を通って、三角形 abc の面積を2等分する直線。ということで、今回通るよと分かっているのは、この y イコールマイナス x プラス5。この上にある 2, 3っていう点。じゃあ先生、点を追っとくね。 ぐり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 。二三、はい、ここの点だね。この点を通って、今回のこの三角形 ABC を半分こにする直線。これを求めなさいという問題です。ということで、ざっくり線を書いておくと、はい、イメージとしては、まあ、こんな感じのね、グラフになるかなという感じだよね。いいかな今先生が赤色で書いたような、こんな感じのイメージはつくでしょうか。うん。じゃあそしたらね、今回も、 そうだね。頂点を通らない。ね。どこの三角形の頂点も通らない二等分線だから。そう。さっきやったね。この流れで解いていくんだよね。じゃあ、一緒に確認していこう。はい。まず最初にやることは、今書いたこの二等分線と、そして辺との交点。はい。交わってるとこ。どこかって言ったら、そうです。この三角形のね、辺、ここにあるね。これと、この赤い線が交わる場所。ぐり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 。 はい、ここの場所の X 座標を、よいしょ。ここを T としてください。いいでしょうかそしたらみんな、ここの点、Y 座標をもうすぐわかるんじゃないそうだね。今回、ここの点って X 軸の上にあるんだから、そう、当然 Y 座標は0だよ。と決まってるよね。はい、ということで、今回ここの点、T0 とね、書けるはずです。ここまでできたでしょうかそしたらこの後、次にやることは、 丸に、二等分したうちの三角形について。はい、今回、この赤色の線で半分個ずつにね、今この全体の三角形、半分個にしてるよっていうことですが、うん、左側はこれ四角形だね。だけど右側は、そう、三角形になってます。はい、みんなが注目するのは、こっちの右側の三角形の方です。はい、この三角形の方についてね、面積についての方程式、立てるんだね。 OK? じゃあ、底辺高さ確認しよう。はい、底辺はって言ったら、こっからここまで。はい、t0 っていうね、点から50っていう点までだね。うん、ここの長さはって言ったら、そうです。すぐに出せるかな。以前これね、前回の第26回の時にも先生やったけど、横の長さの出し方は、簡単に出す方法はそう、右引く左だよって言ったよね。OK? つまり、右、X 座標5、左、 x 座標 t だから、5-t で、はい、この長さを出せます。つまり、ここの長さ5、5-t となる。オッケーそして次、はい、ここのね、高さはって言ったら、うん、これって、ここの点の場所。うん、これってね、座標が2、3だよ分かってるんだから、そう、もちろんこの長さは y 座標分。はい、3だよすぐに分かるはずです。いいでしょうかということで、この右側の三角形。 じゃあ先生、名前をね、ここの点。そうだな、九とここしとこうかな。で、この分かってた点、ここを、じゃあ R ってしとこうかな。はい。ということで、この右側の三角形ね。じゃあ、RQC って名前つけとこね。この RQC の面積。はい。この RQC、ここの三角形について、方程式立てていくよ。底辺は5マイナス t。高さは3だよね。つまり、式は、底辺かける、 高さ、割る2だよね。はい。これが面積を求める式になります。そしてこの面積、もういくつになるかって分かってるよね。うん。さっきのカッコの1番と同じです。全体の ABC の面積は、底辺が6、高さが4だったよね。6×4 割る2っていうことでね。これみんな、12って出してたよね。OK。つまり、 これを全体の面積12を今半分個ずつにしてるんだから今回の RQC っていう面積も12の半分つまり1 2る2これは半分個にしてるんだからね面積6と分かってるはずですいいでしょうかつまりこの方程式計算するとこれ面積が6になるんだよねはいということであとはこの方程式をうん P について求めていけばいいんだよねじゃあ計算していくね はい。まずは、かける省略しておきます。2分の3括弧5マイナス t イコール6。はい。そしたら、またこれ分数が出てきてるからね。両辺に2をかけ算しておきましょう。2をかけると3かっこ、3括弧5マイナス t イコール12。はい。そして、次。そうだね。括弧を外そうね。3を分配します。分配すると15、15マイナス 3t イコール12。 はい、つまり、マイナス 3t イコール、マイナス3となるので、t は1と出るね。ここまでいいでしょうか。ということで、t が1って分かったらね、はい、この分かってなかった謎の点、この9っていう場所。はい、t が1だからね、そのまんま、9の座標は、10と。だから、はい、9の点はね、10と分かりました。いいでしょうか。ということで、先生、こっちにも書いておくね。ここの点。 はい、t が1と分かったからね。はい、10と分かりました。そしたら最後です。はい、最後は、丸3番。丸1の交点。はい、今回で言うと、ここの交点。10っていう点ね。それと、分かっていた点。はい、この2点を通るということからね。あとは直線の式出していきましょう。はい、今回の直線はね。10、2、3。この2つの点を通るということから出せるね。 はい。求め方はね、2点通る直線の式の求め方。2通りね、やり方があるけど、じゃあ先生、傾きをまず出して、その後公式に代入するっていう方法でやっとくね。はい、まず、傾きは、と言ったら、いつも通り、えー、変化の割合の公式。X の増加量分の Y の増加量だね。X は1から2に1増えてます。Y は0から3に3増えてます。つまり、 プラス1分のプラス3、約分して3と分かるね。OK? ということで、傾き A が3と分かりました。そしたら、あとは、一次関数の公式。y イコール AX プラス B。はい、これに代入していけばいいんだね。A には3。A は3。そして、X とか y には、うん、この2つの点のうちのどっちかだけでよかったね。じゃあ先生、1つ目の点。1、0。これ代入するね。X が1。 y が0だから。ここの x に1。そして、ここの y に0を代入します。代入すると、0イコール3かけ1で3。プラス b。はい、つまり b を計算したら、マイナス3となるね。はい、ということで、今回の答えです。傾きは3でした。つまり y イコール 3x 切片がマイナス3。つまり今回は y イコール 3x マイナス3と。 はい、これが答えになります。慣れてきたかなということで、ぜひ慣れてなかった人はね、もう繰り返し繰り返しここはやってください。ニュースでたまにポーンとね、出たり、定期テストのね、最後の方の応用問題で出た時にね、結構慌てちゃう人がいるから。もう解き方ワンパターンです。この流れで解いていけば、絶対に皆さん解くことができますので、ぜひ繰り返し練習をね、よろしくお願いします。ということで、今回の授業は以上になります。今回もご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。 え、引き続き1時間数全パターンね、やっていきますので、これからもご視聴よろしくお願いします。ということで、次回の授業もぜひ見てください。次回の授業でまたお会いしましょう。さよなら。